こんにちは。こんにちは。おお。元気ですか。元気かい。ミストだね。その写真見せてくる？ビーパルの人が。おお。大ちゃん、ゆうまくん、玉木さんわけですね。うん、あ、そうか。へえ。肩なんか踏んじゃって。そうか。結局古民家を借りるのは諦めたわけ。古民家を探して、うん、ただ土地が見つかったって感じですかね。うん、じゃあもう自分で建てようっていう感じ。うん、まあ小屋作りしたかったってのもあるし、うん、ああそうか、もう作っちゃっていいかみたいな。器用だもんね、結構ね。器用じゃないっすよ。そうか。俺設計図書いたことないから、うん、これが設計図として合ってるのかよくわかんないんですけど、うん、こんな感じですね。広さはどれぐらいのもの？こっち妻川が2軒の奥行き3軒、うん、あの八助の居間ぐらいですね、うんうん、あ、割と小屋っぽい、小屋っていうか、うん、そういう キャビンみたいな感じ。へえ。もうそれはもう結婚を諦めて一人で生涯。いや、そんなことないですよ、全然。結婚したいっすね。そうなの。これがあのタラブのあれ菊山地。はいはいはい、はい、でこっち王道があるんですけど、はいはいはい、ここに小屋去年作って、うん、まあここかここら辺かちょっとまだ悩んでるんですけど、うん、どれぐらいで完成する予定なわけ？わかんないっすね。今年中には作り終えなさそうだななんて思いながらも、うん、でも雪が降る前にある程度ね形にするとか、そういう感じ？まあしたいっすね、結局その、うん、あんまりつなぎ目とかなんか木材濡らしたりとかしたくないんで、うん、早めに屋根作りたいなとは思うんですけど、うんうん、まあできるかなって感じですかね。今日は冬の間木切ったんですよ、うんうん、材料となる、うん、木材切ったんで、それを道端まで運び出して、うん、置くっていう運び出しですね。あ、本当か。一緒にやってくれますね。あ、本当に。まあ一緒にやりたいですね、結構。ねえ、やべえやべえ。やばいの。木運び出しできんの。ああ、そうか。おはよう。あいた。おい。元気か。おい。してるよ。してる。元気だったか。ねじねじ。はいしねし。あれ、ショートヘアにした？あ、はい。切っちゃいました。そうですか。フリーズしてるでしょ。フリーズしてる。いやー、でもやっぱり薪ストーブの高さいいね、やっぱり。じゃあ君はお留守番だ。お留守番しとけよ、ちゃんと。え、今ニワトリここにいるの？そう。あ、本当に。これはなんかイタチにやられちゃって。あ、そう。うん、おらおら。ゴアやられたの。大変だね、やっぱりね。そんでもうやられちゃうから、あの急遽。あ、そう。薪を片付けてこっちに。へえ。大変だね、やっぱりね。いろいろあって、いろいろなことがあるね。いじめっ子がいた時もあったけど、まあでも今そのゴアの中でも
あのいじめられてる子はいいんですよ。あ、そう。そう。おい、おい、お、お、帰ってきたか。おい。元気だったか、君も。ねえ、元気だったか。おいおい。元気してたのか。入るの。え、はい。タイだ。美味しいか。相変わらず関係なこいつ。飛車壊れのソリ。うん？結構鼻開いてるね。本当だ。あ、いいだ。やんどこっち元取って、うん、あの引っ張る金先端に滑車つけて、うん、あ先端につけるのか、うん、ちょい足んねえぐらいか。いや元はじゃあすぐ作れるから、うん、元立てどんどん移動して、6でいいと思う。 OK、 いいよ。はい、6メートルの長さの丸太で組むわけっていうこと？まあだといいっすね。うん、5メーター50円。6メーター4メーターぐらいらしいっすね。うん。どうだね。大丈夫かな。あれだか、変な音したのね。パキって大丈夫、もうちょっと途中の方が良かったのかな。そうだね、こういうべきだったな。最後こうやって切ってったじゃん、縦が、うん、上からこうやって切っていけば。ああ、なるほどね。うん、あ、一人でも行けっか。行けそうだな。えらいこっちゃ。えらいこっちゃね。えらいこっちゃ。ね、
こんなことしてるやついねえべな、今。転がす？重ねちゃうよ。うん。上がる？オッケー、上がる。せーの。せーの。せーの。こんなもんだべ。もう、囚人とかがやるし、これ。バキとかの世界の囚人が罰ゲームみたいなもんだね。ですね、人生の罰ゲーム。人生の罰ゲーム。正直言ったら後悔してるの今。全然後悔してない。してない。めちゃくちゃ面白いですね。そう。一瞬で疲れるし、ほんと困ったもんだよ。この丸太が何本あるわけ？このサイズだと40本。40本。でもそれを雪のあるうちにこう運び出さなきゃいけないんだ。うん、ねえ、何本かそれ使った方が楽ですね。うん、2人でここまで運れるんだから。そっからわ割り切れなく なくて息使わないとダメだ。うん、最終的に使うんだから。ボンガウス作んならちゃんと見て、まっすぐんとこまっすぐんとこで取ってくんだぞお前。この曲がったとこ取ってないよ。あった時杉本だらけになるやん。気取りつのすごく大事なんだぞ。隙間風だらけですね。その前に組めねえよ。うち作る時なんかは木切る人と専門にこの材はどこだって決める人、これは木田で柱だって決める人もいいんだよ、大体。確かにそれちょっと曲がってますよね、木がね。ちょっとどこじゃねえよ、こんなのつかねえよ。だいぶ味のある。大丈夫か？あの木とか結構曲がってるよ。元が丈夫なら大丈夫だから、多少杉間風で入っても。そうです、ね、冬こうやって寝ると雪顔に積もってて。矢沢さん、最初聞いた時はどう思いました？ログハウス建てるって。うん、どう思いました？本人がやる気でいいんだから、ふーんって言うしかない。いや、やるなとは言えないでしょ。うん、うん、だからふーんって言うしかないでしょ。うん、そっか、頑張るよ。うーん、でも自分で木切って切り出してやるっていうのは今じゃあんまりやないでしょ、そんなこと。うん、昔は普通でしたけどね。あ、そうか。はい、あ、自分家の山から自分家の木を切り出してきて、それで家を作るっていうのはこの辺じゃ普通だったから。あ、そうですか。うん、あ、だから相手止めなかったのよ。うん、そうか。これでこの技術が後々までこう継承してくれればね。うん、技術、この技術ね。うん、技術っていうこと微妙だけど。技術ゼロに近い。じゃあ何、ここら辺で古民家あるじゃないですか、はいはい、独特の、はい、あれ昔みんな自分の山から切り出して作ってたんですか？ほとんどそうですね。あ、そう。だから建前なんか6ヶ月くらいかかったそうですよ、昔は。へぇ、そんなかかったんですか。うん、特に大きい家なんかね、もう村中総出で やったでしょ。だから6ヶ月か。うん、6ヶ月。昔基礎なんていい加減だったら地面にみんなして三角してドツンドツンで胴付きして丸い平たい石瓦から持ってきておいてそこに建てたんだから。あ、曲がり屋なんてね。お宅の家もそうだろう、きっと。そうですね、うん、石の上に乗ってるだけの、うん、それで石の上で150人も持つんだから。すげえよな、150年。誰も150年考えて石の上に乗っけてなさそうだけど。この家は60年持ってばいいべ。今の高校だとな、60年どころか30年くらいしかな、焼却的に持たねえべ。ああ、そうっすね。どんな家が できますかね。いや、ロングハウスできるでしょ。ロングハウス曲がってるけど大丈夫？
こういうふうには曲がってるけど、うん、こういうふうにすると大丈夫だから、そういうことでしょ。そうです、そうです、ね、そう、ね、それ、うん、上削っちゃえば、だから、だから昔の大工はあの桁でもらうにもこういうの使ってさ、ちゃんと芯出しして作ったんだから、すごいですね、うん、すげえ。だからあのおそういうもんなんだから、意外 と、 と試行錯誤を繰り返せばできんじゃね。うん、まあ、失敗はめちゃくちゃありそうですけどね。じゃあそれは初めて作るんだから、うん、あの基本的にトライアンドエラーしかねえべ、うんうん、全部片付けます、うん、今日持って帰んない。え、こういう道具はお借りしてるわけ？これは矢沢さん、矢沢さんからお借りしてるのか、はい、金車、ブロック。俺らはブロックって表現する。月曜日は寒くなるぞみんなで。これはさ、はい、持ってあるがある時にはそうじゃなくなる、はい、なくてこうやって担いで歩くんだよ、こうやって。いや、何年やったと思ってんだ。俺担いとなったら笑われるんじゃないですか。言いたくて、いやいやいやと言われるんだけど。すごい綺麗ですね。うん、今年は春が早いね。早いです ね、 ね。でもここに家ができたら一応大君とも、はい、ねえ、拓也もここに住むと楽しいだろうね。いや、楽しいですね。ねえ、はい、ねえ、最初ここにみんな住みたいっすよ、住めないっつってたもんね。ね、やっぱね、住みたいっていう気持ちがあればね、うん、なんとかなっちゃうもんですね。そうだね。ほんさあ、どんな家ができるでしょう。楽しみに、いや、マジで楽しみですね。俺もどんな家ができるんだかわかんねえですもんね。いろんなことを教えてくれる人がいるからすごいね。ね、すごいですね、本当に。本当ね、バカだなと思っただろうな。こいつ何やってんだって。本当に何やってんだって。でもそれで終わらないからいいね、結局いろいろ教えてくれるんだから。そうですね、ね。本当そうだよ、うん、何やってんだみたいなね。え、無理に決まってんだろうで終わっちゃいますけどね、うん、普通は。優しい。こんにちは。今暇だから寝てた。ボーンってしてくるっすね。こんにちは。はい、ボンボン。あ、俺もボンボンしてこよう。え、どうも久しぶりに見た。おお、お邪魔します。高い天井がね。こういうの昔はみんな木切り出してみんなで作ったのかね。らしいですね。ね。やばいですねそれ。ね。もともとそうなのかな。ね。長なで。うん、いや、長じゃ削れねえよこれ。曲がってるもん。あ、そっか。うん。冷めちゃった。そうか。そう、いや、体冷えた。いや、体疲れた。疲れんべ、消え出せ。うん、消え出せ。リサコアネのソリ、大活躍っすね。はい、よかった。はい、乗って歩ったり。よ、うん。へぇ、じゃあ、リサコアネのソリか。そうか。いや、なんか、すげえくたびれたのがよくわかんないけど、ほっとするわ。ほっとする。なんか、毎回ほっとしてる気がするな。芋コロンバス。あ、夜ご飯だ。焦げたのうまいんだな。うまそう。味噌の焦げたと。あ、味噌なんだ。味噌なのか。うめえ。味噌焦げたとこいい。これいいっすね。俺んちまだじゃがいもめちゃくちゃ残ってて。ああ、みんなじゃがいもあるらせん。みんな食わないですね。うちもいっぱい。あ、台所。あら、
さっき作ったの。みんなが来るからってこと？あ、みんなが来るから。あ、そう。家を作るって言ってるけど、どんな家ができますかね。ねえ、たくやくんのうち。思うんですね。ねえ。自分で。自分でね。うん、この家は作られたのもっと前でしょ。そう、あの嫁に来る時もあったの。あ、もう嫁の、うん、お嫁さんが来た時もあった。その時も150年くらい経ってる。ああ、そう。だからもう200年の上になる。200年くらいになるわ。お持ち帰り。そのみかんも持ってこうか。下のお棚でね。これも。あ、いつもいい。食料泥棒。お邪魔しました、はい。じゃあまた、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうも。また明日、リサコで。稲という植物はどういう植物なのかっていうね、うん、まず一つに単日植物っていう性質があります。冬だと冬至、うん、冬至を過ぎてから日が長くなるじゃん、うん、でも夏至を境にまた日が短くなって、夏至か、そう、できるだけ夏至の近くに田植えができるとすごい調子がいいんだよね、稲としてはね。なんでかっていうとこう育苗をしてさ、うん、そのすごいバンバン成長するのがさ、夏至までなんだよね。だいたい大きく成長する、うん、そこからこう、こう成長の仕方がガラリと変わっちゃうっていうかさ、うん、切り替わっていくか徐々に、うん、今度は体を大きくしないで実をつける方向にこうもう自らがいっちゃうから、うん、分裂とかがしにくくなっちゃうんだよね、うんうん、分裂ってこう稲の本数が増えること、うんうん、夏至ここに書いてあるよ。夏至って。あ、本当だ。1ヶ月間違ってたわ。うん。それまでに、うん。一回で植えて、うん。そう。一回でこう、稲を大きくさせて、うん。ことが大事っていう。そう。これは僕がこう、教わったもの。そう。ペータクエコも、田んぼをやるわけ。やりたいっすね。やりたいと思ってるわけ。大君は結局田んぼやっててどうだったの？去年かなんか取れたの？ああ、取れたっすね。取れた、取れたけど、まあ取れない区画があったり、うん、それはまあその水の温度だったり、うん、だまあいろいろな要因あると思うんですけど、難しい、うん、だそのまだ難しさが分かってないっていうか、どこがこうダメだったかっていうのはまだ試せてないことたくさんあるから、うん、その水の温度だったり、でもなぜ日本はこう水、おかぼじゃなくて水にこうやってやるのかっていうと、うん、まず一つは草を抑えるためなんだよね、うん、畑でやるともう草ぼうぼうになって収集がつかなくなるから、うん、だからこう草を生やさないためにこう水稲栽培をやってたっていう、そういう歴史があって、これこう田んぼに入ってさ、例えばこう草取りするときにさ、ジャバジャバ入っていくじゃん、除草するときに、うん、時にこうやっぱ空気入っちゃうじゃん、ちょっと根がこう伸びにくくなっちゃうんだよね、うーん、そう、だからできるだけこう土中にこう空気がないようにした方がいいんだよね、うん、耕したりしない方がいいっていうさ、うん、なるほど、空気がないっていう方の方がポテンシャル出せる、そう、本来そういう植物だから、あ、そう、こうやって田植えをするともともとこう硬いところに植えるから、稲はどん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 下までこう根を張っていくんだよね、うん、根同士がぶつからなくなる、うん、なんか栄養の取り合いがなくなるっていう、うん、そう、簡単に言うと不耕起栽培ってその前もって育ちやすいように耕さなくて厳しい環境に置いてみるってこと？そうですね、うん、あえて厳しい環境に放り込んで、うん、その厳しい環境に慣らすっていう感じですね、うん、はい、ドロドロのとこだけで、うん、で育ってたら硬いとこで適応できなくて、うん、ね、逃げますもんね。そうだよね、厳しくしとけば強くなってどんどん下に伸びるけど、うん、すごく腑に落ちる。金山生まれで、
一回高校の時から7、8年ぐらい外に出てて、3年前ぐらいに。どこに出たの？福島市とか新潟市とか、うん、そっちの方に進学で行ってて、うん、でまあ卒業して帰ってきて、うん、でまあ地元で働いてる感じです。で、はい、田んぼはやってらっしゃるんですか？やってます。これから最近始めたの？そうですね、去年やっとあの家の近くの田んぼを借りて、うん、自分一人とか、まあ、あと仲間たちと一緒にやってます。へ、自分たちがやってきたこととまた違うことをやってるので、うんうん、まあ、その何してんだみたいな感じの話は出たりはしますけど、うん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 、まあ僕はもともと地元の人っちゃ地元の人なんで、うんうん、一応めちゃくちゃいいことしてるよって言って本当に今までね、誰も教えてくれないような生き方を、うん、はい、してる方たちなんで、うん、びっくりしたんですけど最初、うん、そう、あ、こういう生き方もあるんだなみたいな、はい、でやっぱそれを見た時にものすごく楽しそうだったのでうん、うん、すごくいいなって思って。本当に、うん、それでいつの間にか仲間に入ったわけよ。そうですね、ちょっと入れてもらって、はい、入れてもらってありがたいですね。でいろいろだん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 これから気温が高くなって水温が上がってくんだよね、ちょっと糸ミミズとかそういう虫たちが大量発生するんだよね。それがこう米ぬかと藁をこう餌にしてどんどん活動が活発になってるんでさ、結果的にそういううんことか発酵とか始まって、その硬い層の上にこういうトロトロの層が形成されるんだよね。ちょっと春先のこう光がこう表面に入って届かなくなって、この硬い種が埋まってる地面に、ちょっとこう雑草の芽が出てこなくなるんだよね。そう、もう水を入れる時期っていうのは春になって雪解けたらすぐやっちゃっていいみたいな。水もじゃんじゃん入れないでトロトロにして、そうするとだいたいこう分かるじゃん、こう水が溜まってると思うんですよ。さあこれでこれで頑張れ来た来た頑張ったね。働いた後がうまいね。うまいですね。うん、がうまい。うん。